はい、皆さんこんにちは。整体院 Y アセトケア代表の井山です。今日は、肘に負担のかからない投げ方っていうのをご紹介していこうと思います。まず一つ目は、まずですね、肘に負担のかかりやすい投げ方っていうと、まあ肘が、上がってこない、まあ右左やったら左足がつくまでに肘が両肩より上がってこないんですね。両肩のラインまで上がってきてない、そういう選手はやっぱり上がらずにそのまま肘が低いままで押し出していってしまうので、まあ肘にストレスがかかりやすくなります。であともう一つは、そうですね、右腕、まあ、腕主導で出していってしまう選手、なのでね、肘から出すとかね、よくありますよね。腕主導で出していってしまう選手っていうのは、やっぱりここが支点となってしまっているので、肘にかかりやすかったりします。はい、まあ、まずはね、この2点、まあ、この2点をまあちょっと修正しやすい練習方法、意識っていうのをお伝えしていこうと思います。まあ、一つ目がね、肘が上がってこなかったりする選手。肘が上がってこなかったりする選手っていうのは、やっぱり肘から上げようとしますよね。上がって。でもこれだと、上がってきてもまた落ちてしまう。あとは肘が、ね、上がりにくいですよね、やっぱ肩で。詰まってしまって、なので、まあ、これだとトップ入れるときに遅れてしまうので、肘からではなくて手首から上げてあげると、まあスムーズに上がってきやすい。だから、まあ、ピッチャー、まあ、2種類いて、まあ、肘からね、だって上げるピッチャーと、まあ、手首からトップ速い選手ね、まあ、いると思います。まあ、野手はやっぱり手首から上げるタイプですね。野手は多いのはこういった投げ方ですね。まあ、菊池とか坂本とか見てもらえば分かります。好きな選手、まあ、大体こうやってキャッチボールしてると思います。で、なのでやり投げの、ね、の練習法っていうのはとてもおすすめかなと思うんで、肘が上がってきにくい選手とかね、やり投げ練習するときってもうすでにここまで上げてるんですよ。こうやってこの下からいかないでしょ、めちゃめちゃ長いのに。もうすでに上げてるんですよ。でそこから投げていくんですね。でこの時には意識してほしいところがもう一点あって、肘を曲げないというか、まあ、肘に意識しないということですね。肘を曲げようとするとやっぱり意識は肘に行ってしまうので、肘線これ出やすかったりもするんです。なので肘は曲げるっていう意識はなくて、そのまんま投げる、そのまんま投げる。でそうすると勝手に肘曲がってるんですよ。勝手に肘が、みんなそうだと思います。肘伸ばしたまま投げるしかこんなになりますよ。だから絶対に投げ行こうとしたら勝手に曲がってます。じゃあこれを強引にね、こうやって曲げに行って、でそうすると絶対肘から出やすくなっちゃう。なので曲げるんじゃなくて勝手に曲がるっていうことをちょっと意識してもらって、で手をですね上げてもらう。でそのまま投げる、そのまま投げるっていうのを、キャッチボールの最初にやってもらうといいかなと思います。
で、もう一つこっちがほら支点になってしまうでしょ。は、支点をずらすってことですね。なので、まあここから支点を作って投げてってる選手はここに支点が来るだろうし、で肩が支点になってってグッて出してってる選手は、まあ、肩に負担がかかるだろうし、なのでこれはもっと、まあ、こっち側体幹側にずらすってことです。まあ、胸とか、左肩とか、まあ、これは、まあ、テコの原理から言うとやっぱ左肩の方が絶対いいと思うので、左肩に、まあ、意識してもらって投げるときにここから引っ張るんですね。分かる。だからグローブとかで、まあ、よくね引けって言うじゃないですか、こうやって。まあそれも一緒の音だと思います。まあそれがやっぱこの腕っていうよりもこっちの肩だったり肩甲骨っていうのが結構重要になってくるので、こう例えばね、こうひねるじゃないですか。このねじれって結構重要なんですよ。こっちがひねったらこう後ろに体重いって、こっちがひねったら前にこれ体重いくじゃないですか。なので投げるときって絶対こうなるんですね。で、リリースのときにはこうなってます。なので、この肩のねじれ、体のねじれ、まあそれでね、ボールが、このねじれでボールを投げることができるので、なのでこっちの左肩、肩甲骨、これを意識してもらって、だからこれを同時にやるとすごくいいと思います。やり投げと、こちらね、肩の意識。だからこうひねってもらって、で、投げる。これをね、本当にキャッチボールの最初にやってください。プロ野球選手も何名か、これで取り組んでる選手、見かけることあると思うので、ぜひね、練習見に行ったりだとか、試合見に行った時に、お、あの選手そうだなっていうのをちょっと見てみてください。はい、今日は、肘に負担のかからない投げ方を、お伝えしました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。